武功は、中国州王朝の初期の武将、陰王朝の最後の帝王である、三角神の子。名は、六父。秋代の神会小説の、方針演技では、朝歌が落上した際に、周兵によって捕らえられる最後の場面のみ登場する。なお、あのウーバンでは、少年で聖母に伴われて降伏した。四季、周本儀によると、彼はすでに成人しており、父が自決を遂げて、 因が滅ぶと、部隊を率いて自ら降伏し、姫発によって、因の給料を与えられた。そして、武王の弟の監縮新た、再縮度とともに、章の給料を監視した。これを三観という。だが、彼らは、兄弟の周行誕が摂章として、追いの姫章を補佐しているのに不満を持った。それで二人は、六父を擁立して、因と繋がりがあった東部の純英ビスと連合をして、 無本を起こした。容易ならぬ事態を悟った周公は討伐に向かったが、敵は意外と抵御悪鎮圧するのに3年以上もかかったという。やがて反乱が静まり、首謀者の六父と黒幕の監縮は処刑され、再宿は息子の最中に家督を譲って遠方に流罪となった。こうして、旧院の恐ろしさを知った周公は院を二分し、西部は、 えとして、弟の皇室風を封じ、頭部は、そうとして、六父の叔父のほの後、慶を封じて、陰の勢力を弱体化させたという。武功の祭司は、式には記述されてはいないが、青春期の青銅期の記述によると、子に、大使長がおり、父と共に修行壇に中殺されたと記されている。ありがとうございます。